や抜けていればもちろんタイムリーというところでしたが守っています。ご覧いただきましょう。見事なダイビングキャッチを見せてくれました。ファインプレー。いやピッチャーは助けられましたね。最低限ランナーを進めてきましたね、さあこの場面で打席には6番のメヒア入っています。あっとここは勝負を避けるようです。まあここは次のバッターの方がやりやすいでしょうね。そうですよね。ここも外して3ボール。ここは勝負を避けました。この敬遠でランナー1塁3塁となっています。さあそして打席には堂林が入っています。さあなおもピンチが続きます。この流れで追加点を許してしまうと厳しくなってきますから、ここは一度引き締めてほしいですね。なるほど、そうですよね。ファウルボールです。ファウルです。ファウルボールです。この球は外れました。さあ勝負してくるのか。誘ったんですけどね、振りませんね。はい、ストレート打った。そのまま二塁に入ってスリーアウト。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。10対8、カープがリードしています。さあ西さん、最後の攻撃ということになりました。まあ厳しい展開であることに変わりはないんですけどね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。そうですよね。出塁なるかこの回です。さあまず1球目、初球見送っています。さあ2球目は何か。低めの球ストライク、あっという間に2ストライクです。ファウルになります。引っ張った、ファーストの横抜けました。どこか痛めたか、痛そうにしています。ちょっと心配ですね。どうやら大丈夫のようです。プレーが再開できるということで今戻っていきます。打順は4番福田。先ほどの打席は内野安打でした。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド見送っています。ノーボールツーストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックス京也。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ワンアウトランナー一塁です。ストライクです。中途半端なバッティングで閉鎖する。打ちました。一二塁間を破る。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー二塁一塁。さあドラゴンズ、ここで長打力のあるバッターを迎えています。一発の魅力があるバッターですから、一気にサヨナラもあるかもしれませんね。そうですよね。まあそしてまたチャンスの場面で頼りになるバッターですから、非常に期待がかかっていると思いますね。さあ追い込まれてどう狙っていくでしょうか。次は臭いところ。見逃しましたが三振、タイムリーなりませんでした。ツーアウトになっています。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振に倒れてしまいました。さあそしてバッターボックスには高橋が入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。こういった終盤でのチャンスをいかにものにできるかというところにかかってきますから、ここはしっかり得点したいですよ。なるほど、そうですね。振り遅れてますね。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。試合終了。ドラゴンズ痛い敗戦となってしまいました。西さん、両チームよく打ちましたが最後は力勝負に敗れてしまいました。いかがですか。打線がねよく頑張ったんですけれどもね、まあ惜しかったですね。そうですね、明日に期待しましょう。勝ったカープ、接戦をものにしました。
一方のドラゴンズですが残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで失礼いたします。